第14帝国最低緊急幹部会議オールナイト終了あの騒ぐのはいいがマイクを持つのを忘れるのはやめよう。しっちゃかめちゃうよ。あ、マイクってあったんですね。はい、いいか。第14帝国最低緊急幹部会議、若干語呂が悪いが、この会議は市民の支持率向上を目指し愛される第14帝国を目指す会議の第一放送ステーションとアリスティック第一放送キーステーションに全帝国13広告をネットしてお送りするものである。やったよ。第14帝国最低緊急幹部会議、はい、オールナイト14。この会議は、州制限水が倒れられたことを受け、オールナイト14をなんとかやらなくちゃいけないという趣旨のもとに、はい、集まった底辺の寄り合いである。底辺ということで、はい、最低だからね。なるほど、最低ですか。わけでですね、まあ、最低と言いますと、やはり、ね、ライスリッターというのが階級というものがございまして、はい、下から、はい、下からなんだ、一番注意です。注意、はい、注意です。大意です。からあれ、召喚は、あ、中佐でしたか。なんか一人だけおかしい人がいました。だから、坊主さん用だろう。下から数えたら商業で私が少佐だから。そうですね、まあ、もうおかしくないか。なあ、並びがってことですね。並びがね、うん、あの帝国ヒエラルキーでいくと、まあ、まあ、召喚はあの最低ラインに、あの下から数えた方が早いという事実に今愕然としています。なんかね、何気にショックだわ。ということは、というか、ちょっと座ってくれ。じゃあ、本来こうあるべき、こうあるべき、こうあるべきだ。こういうことですか。調子のな。まあ、じゃあこれでもう一回やってみようか。ああ、そうですね、もう一回。さっきの曲をもう一度出してもらってもいいですか。はい、また真っ暗にしていただいて、このおじさんが言うんで、お願いします。はい、どうぞ。14帝国最低緊急幹部会議オールナイト。はしゃぎすぎるとこういうことになるからね。ちゃんと聞いてるから。はい、じゃあ俺たち14。はい、一言も言えねえんだよ。聞いてみよう。中佐、どうぞ。ポンコツすぎるじゃないですか。お返しします。中佐、ポンコツだったな。中佐、あれ、違います。これは危ない、危ない。分かった。じゃあ、もう元に戻ろう。一応これでも一律の長あるので、はい、私が今回あの進行ということで、よろしくお願いします。今回のね、はい、企画といいますか、はい、式典の代わりのイベントのような雰囲気です。まあ、はい、ね、それぞれが楽しいと思ったことを主張し、なんとか爪痕を残そうという、あの涙ぐましい歌詞官たちの。せっかくですから、これで爪痕残してみますか。爪痕残して、はい、せっかくありますし。そうですね、今回はそのコーナー、ね、はい、こちら、はい、はい、はい、せっかくですから、いや、かわいい、リッター、
絵心選手権ということで、はいはいはい、オープン言う、オープン言う、もういいね、お願いします。ビーター絵心選手権、イエーイ、そろそろやりましょう。もういいかな、これ。もういいかな。このくだりもういいかな。一番はしゃぎたくなる、汗だくだめ。チューザー。本当はもっとやりたかったけど。チューザーというわけで、というわけで、はい、行きましょう。一本ずつ、書くものを持っていると思うが、はいはいはい。よいしょ。これを使ってですね、絵を描いていただく。わかった。で何を描こうか、何を描こうかというのを、翔くんずっと考えてましたけど、はいはいはい、うん、はいはいはい、やっぱり大事な帝国ということで、リッターの似顔絵を、ほうほうほう、どう、ないしはリッターのイメージをそれぞれが起こしてみようと、あー、起こしてみようと、はいはいはい、はい、誰がいいですか誰がいいですか、どうですか、今なら誰でも大丈夫です、元帥か、おお、元帥、元帥か、元帥なんかひねりがないから、ここはね、あれ、立花大社にしよう、立花大社にしよう、立花大社、まあ、知ってる人も知ってない人もいるかもしれない、知らない人はイメージで描けるイメージのヒントとかあれば、ヒント、はい、ハゲ、ヒゲ、グラサン、なるほど、ちょっと、もしかしたらいい、これいい、あの3つのキーワードから導き出せ、なるほど、なるほど、はい、はい、正解を書いてみましょう、はい、じゃあ行きましょう、じゃあ行きましょう、はい、はい、はい、ハゲヒゲグラサンかな、うん、でも横目だから描いてる間って誰も喋れないじゃないですか、そう、丸描いて丸描いてハゲヒゲ描いてはぁはぁはぁグラサン、なんていうかもうこれ軽くはもう絵がキュートみたいになってませんか、ハゲ描いてお髭が二つ、サング、グラサン二つ、グラ二つ、一つ頭みたいな、ボケてるね、真島中将じゃないんだから、あっ、あーさん、あーさん、あ、中将いらっしゃったんですが、いや大変失礼いたしましてなんで嬉しそうなんだよ、まあ、さっさといきたいので、はい、順に皆さん書いてる間出していけない、まあまあ、要はこんな人ですね、あえて非常にリッターの中でもう抜群の描きやすさ、はい、あっさり描きます、はい、ジャンプコミックス開いてすぐの右手そう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 四角い感じです、はい、じゃあ完全に同じ感じとは完全に同じ、やっぱりね、変そうなったね、ハゲっていうところはなんか上のあたりしかないんですけど、まあまあ、このヒゲがちょっとね可愛らしいね、はい、ヒゲだけで、はい、しょうか、お会いしたことがないので、うん、じゃあこっちから行こう、若杉ちこんな感じになりました。まあ誰しもイメージするんだな、これをな。角度つけてみました。割ったばっかの生卵みたいな。じゃあ、別にそう。ちょっと見ちゃって焦って。はい、見ちゃった。こんな感じだった。なんか深夜の番組の司会者みたいな。大丈夫か。えげつない種を植えたらこれ生えてきたみたいな。えげつない種ってなんか、BK 臭がするね、今ね。じゃあ、頭が2つ目。トハルキシューさん、あ、そういうことだったんですね、こういうことじゃないうまいなんかうまいどこにキーワードが生きてんだよ、皆さんどこ行ったんだよこういうことじゃなかった、全てのキーワードが無視されてるシューさん、シューさん、ちょっともう一回見せて、いや、うまいなこれいや違ったんこれ、どちらかというと中将じゃないですかね、ああ中将いらっしゃった、さっきからいたよわかりました、はあ、はあ、じゃあ立花大将は以上ということで、はいはい、じゃあ次はどなたをいる人でもいない人でもないのかやはり中将、中将人生するというあ中将いらっしゃった中将風間翔さん、風間翔さん、ああ、じゃあ、あそうだ、ね、赤マッキーを誰か色だけで赤マッキー変えとけば自分をどんだけ綺麗にいくか見てみてえなじゃあ、リクエストがございますので、はい、あちらの方から、はい、せっかくなんで見ながらそのべっぴんさんからリクエストがありましたので不思議な時だべっぴんさん、べっぴんさん、べっぴんさんじゃあ、ああ。
まあね、わかりました。はい、じゃあ、カズマ、ショウさん、はい、ということで、はい、はい、じゃあ、帰ってください。はい。はい、ねえ、ね、ね、絵って苦手なんですよね。うん、自分の顔ってどう描きゃいいの？どうします？また中佐がガッチャマンみたいなの描いてます。鏡の前で描いてるように描きゃいい。そう、自分の顔いつも描いてるだろう。自分の顔に描くのは得意なんですけど、自分の顔を描くのは苦手なんですよね。描きながら僕綺麗、僕綺麗と思いながら。本当に黙っちゃうね、これね。そうですね、なんかあの、なんか真面目に描いた方がいいんだろうなって、あの、さすがにお隣にいらっしゃいます。でもそうすると、あ、でもダメだ、これは無理だ。ちなみにあの、これあの、変だったら罰ゲームとかないですよね、さすがに。大丈夫です、ビンタだけでいいよ。ビンタか。あ、後で殺す。あー、しょ、醤油減ったなぁ。自分も人のこと言えないな。ダメだ。ただこの絵心のなさ。恥ずかしい。ちょっとだけ加納中さんにも見えるの。これ加納だよね。加納さんになっちゃいましたね。もういいや、次かもいいや、次ですね、はい、じゃあできた人からいきましょうか。はい、なんかもうめんどくさくなっちゃってめんどくさい、めんどくさいって言うよお前。なんかこんな感じで細ければいいかな。なるほど、薄いね、薄い感じになったら細い感じ、はい、目だけ力がいい感じ。じゃあ、いいっすか。はい、お任せしますか。時間がなかったのでこうなってしまいました。これヒマラヤさん組やけどいいんだけど。特徴的なあの刃を描いてみたのですが、はい、よく見てるね。真面目だな。真面目だね。いただけはご勘弁を。後で殺さないでください。ちょっとこれはあの怒られるの格好で、ちょっとお先にちょっとお見せしますね。お前さ、最近ちょっとよく顔合わせたでしょ僕ら。すごくなぜこれがこうなるの。どうしたよ、どうしたよ。何、彼の中でこんなイメージなの。多分もしかしたら22、23、何か、ね、何やりました、ね、やっぱこいつ腹の中で何考えてるか分かんないいつの間にか腹黒すごいな、黒いですね。怖いな、これ絶対黒いよ、これ怖いな、これなんか、さて、では問題のとどろきしさ。いやいや、今回は力作です。今回は力作ですか。はい、それではとどろきしさの風間さんから、どうぞ。